内部進学。どうも、じゃあ篠原です。今回ですね、中高一貫の内部進学生に勝つ方法ということで、ほとんど の中高一貫って、まあ例えばですけど、中学高校の、この中1中2中3で今高校ですよね。高校に入った段階で、どうなってるかっていうと、まあ、中1中2中3でこのレベルで大体ですけど、高校に入った段階で何を習ってるかっていうと、高2ぐらいのことを習ってます。でこれ中高一貫の連中ね。で外部で入ってきた人は、ここがまあ普通の高校なんですよ。で、あ、ごめん、普通の中学でやってきたことで、ここで高校となって、何を習ってるかっていうと、高1のことを習います。まあ高1生として入学するんで、高1生のことを習うと。っていうことで、もう単純に考えて1年分ぐらい遅れがあります。まあこの中学で習うことをここまでで終えてしまうんですよね。で中3の期間でこの高1のことをやって、で、高校1年生で高2のことをやるっていう風に、約1年分の遅れが出ています。でっていうことで、1年分の遅れを取り戻さないといけないんですけど、さあどうするべきかという話ですね。で、内部進学の人と外部進学の人、多分ですけど高2で多分同じクラスになるのかな。大体の学校高2か高3でなるって聞いてるんですけど、ってなった時にやらないといけないことがいくつかあって、もう単純にやっぱりその高1ですよね。高1が、内部進学に入ったってことは、内部進学に入ったじゃない、中高一貫に入ったってことは、高校入試頑張って受かったんだと思う。でその努力は素晴らしいことだし、ちょっとお疲れ様、まあ1年ぐらいゆっくり休みなよって言いたいところなんですけど、この高1のうちに、まあ、2年分の勉強をやらないといけないと、の勉強をしないといけないっていうことで、ここがやっぱ大変なんです。で2年分の勉強をする上で一番大事なのが、やっぱりそのやることを絞ると、絞るってことがすごい大事で、よくその中高一貫で、その高校に入って、そのどうせ将来使わなくなるっていう評価があるんだったら、もう今すぐ勉強をサボるべきです。例えばですけど、理系に行こうと思っていて社会2つ教え上がる、日本史と公民を教えるってなったら、どっちか1個に選択して片っぽ捨てるべきです。もう何でしょう、他の動画で話してますけど、赤点ギリギリを取るっていう、そういう方法で、回避する、まあ、赤点だけ回避して、他のその本当にやらないといけない、もう英語とか、まあ文系志望だったら、まあ国語、あとまあ数学ですよね。数学、すごくもうこの辺をきっちりできるようにするということがすごい大事で、どうせこの後使わなくなるって分かりきってる教科に時間とかお金とかを割くべきではありません。なぜなら1年間で2年分の仕事をしないといけないので。で困ったことに、これ雑にやればいいってものじゃなくて、大体中高一貫って進学校ですから、難しいことをやりたがる。高3になったら結構応用的な、難しいことをやらせようとしてくるってなった時に、この2年分のところの基礎は結構ガチガチに固めちゃいたいんです。だから雑にはできない、雑にはできないし、量も結構やらないといけないんだけれども、何でしょう、ちゃんとやっていかないと後で困るんで、努力で頑張れと、いうことで。でも努力で頑張れない分はどうするかっていうと、やっぱり無駄は削る。そこに時間割いたってどうしようもねえだろうみたいなところは時間割かないというふうに、こう絞り込みが大事なんですよね。勉強ってまあ何事もそうなんですけど、その生きる上で大事なのはその選択と集中なんです。これだったら俺いけるぜっていうところに、こう一気にエネルギーをかけるっていうことが大事で、そういうことしないといけないので、この中高一貫に行ってしまったからには、この2年分の勉強をやることを絞って、これやったら俺なんとかなるぜっていうところに絞り切ってやるべきだと、ですね。まあそれでもう頑張ってやっていきましょうということでした。はい。
内部進学大変だと思います、そのいい高校に行こうと思った、受験勉強高校入試頑張った、その心意気本当に素晴らしいです。本当に素晴らしいんですけど、じゃあ入ってしまってから落ちこぼれました、それと意味がないよね。それと意味がないんで、ぜひ中高一貫に入っちゃったら内部進学しっかり頑張って、高1では2年分の勉強どうやるか、品質は高くかつ量も多いとなったら、じゃあこれはもうやらないというのを決めて、どうせ受験で使わないんだから数定マンシータっていうのを決めて、それをきっちり、サボるということですね。残ったものをしっかり丁寧にちゃんと仕上げるということでした。ぜひ、気をつけて頑張ってみてください。今回ではこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。